皆さんどうも、ピーマンドウエスというわけで、今回ドラゴンクエストビルダーズ実況45回目になりますぞい。今回も第2章リムルダール編をプレイしていくのでね、現在は L の方にクエストが出てます。L のクエスト今回やっていこうかな。このね、病人たちまだ救うことができないんだよね。どうやったら救えるんだろう、わかんねえや。L どうしたんだい。麻痺の森と呼ばれる大きな森がある場所にも、患者様が2名いらっしゃったようなのです。オーマイガー、嘘でしょ？一人はいたわ。確かね、青い扉で転送してすぐのところをいるんだよね。わかったよ。しかしだね、これ、病人たち連れてきてもベッドがないからね、また作っていかないとダメだね。とりあえず、麻痺の森で2人の病人を助けましょう。連れてこないとダメだね。2人はもうすぐそこにいるからね。よし、うん、ここでいるね。あ、もうダメだ。もうダメだって言って3日くらい経ってるけどね。全然いけるじゃないですか。よし、まず1人連れてきたよ。ただ、ベッド今作ってないんで、もう1人連れてきたら作るわ。とりあえずここにいる。あ、燃えてる！オーマイガー！死ぬ死ぬ死ぬ、助けてあげて。ノンリアクションかい、誰も。頭のとこ火出てますよ。ちょうど焚き火置いてるとこ置いちまった。死ぬごめん、もうあいつ俺が悪魔見えてるだろうね、間違いなく。なんだこれ、助けてくれたと思ったらね、火で燃やされるって。あいつ人信用できなくなるよ。メタルスライム出てこないかな。ちょっとメタルスライム俺倒してんだよな。前出た時倒せなかったからね。まあ、あれも完全に運だからね、出てくるの。かなり出現率低いでしょ、このビルダーズでもね。なので、次出てきたらもう、ぶっ倒してやりますよ。さて、どっちにいるんだ、住人は。え、病人。あ、こっちか。わ、これまた幼稚麻痺のさ、花が生えてるとこにいいんじゃないの？で、この辺洞窟多いね。そこにも洞窟あるし、あの奥にもね。あっちにもあるんだよな。いろいろと回っていかないとね、次回の実況でとりあえずクエストは置いといて、回っていくわ、この麻痺の森。この辺はね。いろいろとまだ見つけてないものが多すぎる。あれ？なんかいる？あ、お前がビビった、ビビった、ビビった。メタルスライムかなと思ったわ。ピコンって言ったんでね。もしやと思った。ただの青い化け物だったわ。恐ろしい、恐ろしい。さて、どけどけどけい。どけどけどけ。あら、なんだこれ。あ、なんだ、うひゃー言うとるぞ。下にいるのか。ここか。のののののあ、この下にいるね。どうやって中入るんだ。壊していかないとダメだよ、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。荒ぶるな、荒ぶるな。ピーマン荒ぶるな。死ね。の、の、の、の。の、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 嘘でしょ、嘘でしょ。死ね。危ない。死ね、死ね。落ち着け、落ち着け。わーわーわー、何してんの何してんの、仲間呼んだのか。スライムベース読みやがった、こいつ。何しとんの、踊れ。踊れ、やっていいことと悪いこと分からへんのか。スライムベース来んじゃない。お前を殺したくない。俺の気持ちを分かってくれ。死ね、死ね、ダブルで死ね。ダブルキルじゃん、ポケ。この下にいるね。下に隠れてんのか。わっつ、壊れたんですけど。恐ろ、あ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 、しびれまくり。あ、そしていた。ちょっと待て、なんだこれ。すんごいとこだな。しびれの話しかねえよ、お前。よくこんなとこに寝れるな。寝てんじゃないと思うけどね。完全に死にかけてるよね。待て、それよりも俺死にかけて回復するわ。すんごいぞ、これ見てよ。痺れ花だらけだよ。歩けば痺れ。歩けば痺れるよ。話してみよう。どうしたんだい？あ、これまた女の子か。え、違うのか？あ、おいら言うとるわ。違うわ。ザッコ。ははすんげえ名前だな。おい、ザッコどうした？ザッコ痺れ花やられてんじゃねえか、お前。おーおー、病人ザッコ発見した。ただこれ持っていくのも大変だな。とは、花花花。これこれこれ。これ破壊しないと先いけない。めっちゃ痺れてるね。大丈夫かい？大丈夫じゃないから倒れてるんだろうね。おら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 。おら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 。全部切ってやる。この野郎。お前らみたいなね、こんなね、クソみたいな花はね、全部切ってやるんですよ。おら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 。よし！とりあえず綺麗になったね。これ出口どこあるんだ？あ、こっちか？看板あるし。この先に抜け道あり。自らの手で道を切り開け。マジっすか？自分でやるんだね。よっしゃ。とりあえずこの先に抜け道があるらしい。はい。はい。掘って掘って。掘って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 何もねえじゃねえか。だいぶ遠いな、これ。抜け道全然ねえよ。よし。はい、行こう。高い。よし。あ、大きい土壊れてもらった。あ、赤。あれ、これ出、え、終わったかもしれない。俺大きい土1個しか持ってきてない。終わった。これ破壊できないよ、今。どうすんのどうすんの。うわ、これ絶対終わったわ。うわ、あかんあかんあかん。
絶対終わった。嘘でしょ？まずい。出るの出れんぞ、これ。頼む、頼む。抜け道。これあかん、これあかん。早く抜け道。到達して。抜け道ポイント。全然ねえよ。早く、早く、早く、早く。全然出られない。外の世界、オラにも見せてよ。やばいぞ、これ。大きい槌破壊はあかん。今破壊できないからね。これほんと、この先抜け道あんのか？自らの手で掘り進めよう。あ、出た出た、よかったよかったよかった。もうびっくりしたよ。このまま出られないでずっとここにいるのかなと思ったわ。さて、助けてやるからな、ザッコ待ってろ。すんごい名前のザッコ。これで OK だ。アイテムとかないよな、取り逃してるの。ないね。何？ピーマン体が痺れた。あ、ここにもあったんだ。こいつの下にあったんだね、これ。よっしゃ。はい、行くぞ。ほい。ボブサップだよね。はははは。片手で担いで。毎回こいつの筋力気になるわ。ほんでジャンプできるっていうね。化け物じゃねえか。こいつ本編に現れてほしいわ、ドラクエのね。もうラスボスレベル1の段階で倒せるよ。間違いないね。あそこに繋がってたんだね。いやいや、もうちゃんと大きい槌とかたくさん作っておかないと、これまずいね。お化けも来たし。よかった。あれがもしも全部岩だったらね、土ブロックなかったらね、俺あそこ閉じ込められてたからね。もう死を覚悟したよ。あそこで餓死するんだ。ほら、よくあるじゃん。洞窟の中、骨とかね。あれと同じ感じになるんだって。骨だけになっちまうんだって。思っちゃった。びっくりした。よし、これで救出成功だ。いろいろと焦った実況になったけどね。連れてきたぞ。ほんで、ベッドで寝かせればクエスト達成かな。まだ燃えてたんだ。よく燃えるね。よく燃える、よく燃える。ここに置いとこうか。あ、置けないか。置け。はい、こいつも燃えろ。ダブルで燃えてる。頭火事だね。山火事ならず、頭火事だ。五感悪いな、これ。どっちとも燃えてるよ。髪の毛ってない方がいいわ。ハゲってやっぱ偉大だわね。うん。ハゲだったら燃えないわけだから。ハゲてないから、燃えてるんだよ。俺もハゲになろう。ハゲを目指してこれから生きていこう。さて、それよりもまずはベッドを作ることだよね。病室は2つしかない。その上2人いるからね。どっちとも占領されている。作れるか？あ、作れるね。2個。はい、まず1つ。で、2つ。強かい。おお、思いっきり痺れてるね。燃えてるね。でも大丈夫。俺が救出してやるからな。まずベッドどこ置こうかな。あ、この日、ここ置こう、ここ。はい、1つ。で、もう1つここに。はい、並べて。OK、完璧だね。イエス、大きな病室を初めて作った。うん。あー、ベッドを4つに増やせば大きな病室になるんだ。で、お、いろいろと走ってきたよ。びっくりした。なんと素敵な。めっちゃ褒めてくれるね。ありがとう。そんなすごいか？すごくないけどね。はい。寝なさい、寝なさい。あなたも寝なさい、寝なさい。寝れてないよね。どう、何その寝相悪いな、お前。すんげえ寝相の悪さ、大問題だよ。はい。君も寝なさい。え、何してんの？何してんの？なんで寝かせられないの？ちょっと待って。担ぐ。で、寝らせる。これで OK だ。よかったよかった。イワシの炭焼きは結構贅沢だな、お前。で、お前も寝なさい。オッケー。ニガキノコ焼き。あ、お前はいいわ。ニガキノコ焼きは持ってるからね。まあ、イワシも持ってるんだけどね。結構高級素材だよ。はい、食いなさい。ありがとう。え、まだかい？まだ半分。何次足りないの？一晩寝てみるよ。寝て良くなってればいいんだけどね。はい、お前も。はい。助かるべ。あんであんたも寝るのかい？一晩寝てみるべ。よし。で、まだエルのクエストは達成じゃないんだね。んで、俺もじゃあ一晩寝てみよう。オッケー。良くなってればいいんだけどね。これ以上病人だけが増えていったらダメよ、お前。ただでさえ二人いるのに。何もできない奴が増えていくだけじゃねえか。よし。良くなってるか？どうだ？うわ、何？満月丸をってなんだ？は、そんなもんないけど？ What？ 満月丸？調合で作れんのか？どうだ？あ、これか、これか、これか。新たに作れるようになってるね。マヒバリ！なんだ、銀遊魚って。は、なん、どっちも持ってないんだけど。はい！それを集めに行かないとダメなの？マヒバリは大抵予想つくわ。あの、イモムシを倒せばオッケーだと思うんだが、銀遊魚って釣りだよな。いや、一回も釣ったことないよ。釣ったことない、釣ったことない。どうやって釣るかもわかんない。だって俺、あれだもん。あれしか釣ったことない。イワシ以外釣ったことないもん。イワシとスライムベースね。と、太い棒だ。太い枝か。あれが釣ったことないよ。どうすんの ?What? あん？あん？嘘でしょ、嘘でしょ。まあいいや、助けるためね、釣りに行きましょう。釣りに行って、
で、マヒバル今取りに行きましょう。場所を変えようか、釣る場所も。俺毎回同じ場所で釣ってるからね。もしかしたら、釣る場所を変えたら、その目的のものが、メタルスライム、ノノノ、みんな見つけた。オッケーオッケーオッケー、まず来た、まず来た、落ち着け、アラブルだ、アラブルだ、絶対逃さん、絶対逃さん。絶対逃さん、絶対逃さんぞ、みんな、今度は倒す。任してくれ。いたいたいた。ぶっ倒す。オッケー、逃がさん、逃がさん、逃がさん。逃がさん、レッツゴー、レッツゴー、ゼロ、ワッツ、ワッツ、逃げんな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 。嘘ですよ。逃がさん、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 逃げないで。どこに行く、めっちゃ逃げる。よし、逃げる、わ、ワッツ、ワッツ、逃げんな、逃げんな、逃げんな、すごいスピードだ。オッケーオッケー、止まった、止まった、止まった。逃がさん、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 メラ、関係ないね、そんな。どこ行く、どこ行く、どこ行く、ストップ、ストップ。メタルスライム、ストップ。どこ行ってんだ。そっちはないよ、道ないよ。死ね、死ね、死ね、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。初めてのメタルスライム、どうつかんだ、よかったー。2匹目は逃さなかったよ。これで通算2匹目なんだけどね。なんか落としたよ、これ。メタルゼリーを手に入れた。なんかすんごいアイテム作れそうだね。イエース。ただ硬いね。必ずしもダメージ与えれるってわけじゃないんだ。3回に1回くらいだよ。逃がさないためにもう素早い討伐が必要になるね。いや、よかった、もう。嬉しい、嬉しい、嬉しい。前回ほんと倒せなかったからね。何もできずに逃げるっていうね。逃がしたという。そらね。一匹目で倒せないよ。あんなスピードで逃げていくものを。ただ二回目俺も学習しますからね。逃さんよ、バカ野郎。逃げれると思ったのかな。俺は絶対逃がさないものになったのだ。イエス!メタルザイム。討伐完了。ありがとうございます。今後何か作れるでしょうね、このアイテムで。そしたら、それよりもまずは、マヒバリと、そして、銀牛魚。まあ、読み方合ってるのか分かんないけどね。銀牛魚どこで釣るんだろう。ごく稀に釣れるパターンのやつだろうね、名前的にね。ちょっと待ってよ、ここで釣ってみようか。これね、釣り名人がいたとこなんだけどね、もしかしたら釣り名人が釣ってるここなら、釣れるかもしれない。ありがとう、いいやつって言ってるよ。あ、行こう。釣りだ、釣りだ。釣りを楽しんでいこう。よし、カモン。何スライムブスじゃねえか。イライライな、くんなくんなくんな、気持ち悪い。何来てんの。くんじゃねえ、バカ野郎。スライムブスしか来ねえんだ。イワシもくんなよ。よし、うわ、イワシか。これやべえぞ。全然釣る、全然釣れる気配ないと思う、これ。よし、イワシかい。もうスライムベース邪魔すんな、お前。ぶっ殺すぞ。ぶっ殺すけどね。よし、オッケー。はい、レッツゴー。これ、釣るの時間かかるぞ。イワシだー。イワシ以外釣れねえ。イワシだー。おー、スライムゴムか。レッツゴー。ちょっと待て、釣れないんで先マヒバリ取りに行くわ。こいつだな。こいつを倒せば手に入るはず。わ、いやいや、やっぱこいつだ、こいつで合ってるわ。よし、ナイスナイス。あいあい、マヒバリゲッチゴッツさんでーす。何、初めてのゴワゴワした草、しっかりした布、いろいろと作れるようになったね。ののの、うざい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 。ちょっと待て、ちょっと待て。うわ、ののののの、の、しびれるしびれるしびれる。ノー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 。あかん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 、死ぬ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 。しびれまくりだ。いかん、なんて強さだ。な、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 なに、豪快なメラやってんの。ちょっと、ちょ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 、何もできないんだけど。ただただボコボコされてるよ。よし、ナイス、ゲッチ。よっしゃ、死んでまい。イエス、ナイス、オッケー。よし、これだけ集めれば十分だ。マヒバリの方はオッケー。あとはもう魚釣りだな。釣れるかな、これ。時間かかるぞ。よし、フィッシング開始。ここでは釣る。なんか来とる。何来てんの、こんなとこまで来んじゃねえ、しつけえ野郎だな。ぶっ殺すぞ、お前。ぶっ殺したけどね。釣る。うわ、マジでこれ夜来てんじゃねえか。何、せっかくの獲物を逃してしまった。は、来てた、何も見えなかったけどね。よし、来た。イエス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 、釣れた釣れた釣れた、この辺だ。釣れた釣れた釣れた。マヒの森周辺の海だと釣れるんだ。あそこの青い扉、転生したとこじゃ、転送されたとこじゃ釣れない多分。
あそこイワシしか釣れない。ここだと釣れるわ。また来るんじゃないこれ。イエスイエスイエス、やっぱここだね。合ってる合ってる合ってる。レッツゴー、見つけた。やっぱ場所変えたら釣れるものって変わるんだね。とりあえず2個あれば十分ですから帰りましょう。これで病人を救うことができるぞみんな。ふぅふぅ、いろいろと忙しいぜ今回は。でも助けるためだ、頑張らないとね。でこっち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 作れるよね、大丈夫だよね。はい、作れる作れる。あ、1個作った、3つ入るんだ。イエスイエスイエス。ほんでもう、薬を薬を薬を。待て、大丈夫だ。もう助けてやる。苦しむことはないんだよ。よし、これで、はい、つかう、よくなれ。おー、イエス、病人の治療は完了した。あとは寝るだけか。あ、どうだ、一日寝て、あとはもう結果を待つだけだね。治療結果だ。やれることは全部やったよ。あ、L のクエストもクリアになってるね。話しかけていこう。L?L? L? うん。治療は完了したよ。ただこれで良くなってるか分かんないけどね。はい、こちらこそありがとうですよ。クエストコンプリート。何、まだ終わってねえのかい。終わっていたのも。実は一つ作っていただきたい部屋の設計図を書いてみたのです。衣装の乱れは心の乱れ、心の乱れは恐ろしい病を呼びます。これはもしや衣装部屋か。はい、素敵な衣装部屋を手に入れましたね。これ作れってか。クエストクリアしたのにどこへ登ってんの、すごいな。とりあえず寝ましょう。一晩経ってどうだ、良くなってたらいいんだが。で、衣装部屋作れというなんかクエストもいきなり来たし、いろいろと忙しいけど、やることが多いけど、良くなっててくれよ。どうだ、うわ、なってねえのかい。かゆいかゆい言ってるよ。あ、一人は良くなったわ。もうバッチリだべ。ただもう一人は全くこの患者と同じ症状だね。かゆいかゆい言ってる。まあいいや、お前は誰なんだい、雑魚。わあ、そりゃ怖いね。いや、俺も直してやりたいよ。お、命の木の実を手に入れたね。はい、これでまた新たな住人雑魚が増えましたよ。すんごい名前だけどね。ただもう一人は助けられずか。残念ですね。OK、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。L から頼まれたね、衣装部屋、次回の実況で作って、そして、元老話のクエストをプレイしていくのでね、次回の実況をお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。